今日ありがとうございましたね。本当どうもありがとうございました。お疲れ様です。武田さんありがとう。あ、はい、鈴木先生、ちょっと質問が1個あってですね、うん、園部先生が以前先生に大電筋の側痛してもらったらすごいお尻がこうボンって入ったって、僕も体験したいんですけど。痛いの？大丈夫？大丈夫です。大丈夫？大丈夫です。じゃあ今日の受講生今日来られるから、はい、一緒に見せてあげたり、ね、もしよかったらちょっと一緒に来てぜひ皆さん本物の側痛をここあれなんですよ、ちょうど大電筋っていうのは股関節の伸展筋だっていうのは宇賀さん知ってるよね、はい、で非常に大事なのは僕がよく内腐斜筋の横行下部繊維で体重乗った時に要は先端を止めるっていうことを言ってるでしょ。だけど実はね、大電筋も同じような働きあるんですよね。だから非常に大事なのは大電筋を側痛させる時にはまず一回こっちに体重乗せるっていうことが大事なんですけど、そこで僕は何をやってるかというと、ちょうどね大腿骨の一番筋位部のところ筋のところ、間違っちゃいけないのは骨盤のところをしちゃダメなんだけど、大腿骨の筋部のところをね、ここね、ここいい？ここをいいですか？方向はね、方向はこっち側の方向です。前上です。前の上の方向に言ってみたらここで体重乗せてここでこう働くんですね。でこれできますでしょ？こう持ってきて、こう持ってきて、ここでね、ここのピンポイントで、いい？ここピンポイントで、ここで、こう持っていくんですよ。そうしたらぐーっと働くんですよ。ちょっとよかったら、ちょっと触ってみて。ちょっと、こう触って、ちょっとね、こうでしょ？ここで触れとってね、僕がやるからね。そしたら、来たら、おーとかなんか、こうやって、こう持ってきていきますよ。ここで、こう入っていくわけです。いい？わかります？ここで、こう持っていくわけですね。こう入っていくでしょ？こう入っていくわけです。ここで、こっち側に、くっといくんですよね。ほら、痛いんですよ。ここでね。これ、この動きですよ。で、いくでしょ？で、言ってみたら、もう、クイックストレッチみたいな形になっていくわけです。だから、実際に、こう、ここで、こっち側の右の大臀筋と、左、やってない左、ちょっと見て、左。全然違うんですよ。右にこれ、ここで盛り上がりもこう、こっちをちょっとこう見るとこっち右こうですよ。ほら左こうだもん。ペロッとね、ペロッとなってるよね。右こうで左こうの。だったらかっこ悪いからこっちも高めようって話になるやん。こうしたらこれどうなるかって言ったらね、こっちだったらこうなるわけで、同じことしたらいいわけよ。ここでここ触っておいてください。いきますよ。こうして私がこれ体重をこう持っていきます。それでここでどうするかって言ったら、ここでこういくんです。でぐっと振るでしょ。でここでこう働くんですね。でここでこう働くんです。ね、こう働く。でこうなるといいですか。これだけのやつ、ほら見てください。ほら、こっちがこれでもこっち今盛り上がりましたよ。これこうもこの盛り上がりましたよ。こっちも盛り上がったし、こっちも盛り上がったし。ね。ありがとうございます。これが本当の側痛かと思いました。ぐーっとくるでしょ。あとやっぱやられてて、すごい先生の安定感とこの安心感あっても、こう体を委ねててもボンってこう入るっていうのがやっぱ、あ、こう側痛するんだなっていうのは、うん、だからね、こう指をした時にどこを触れてるかっていうのが、まあこれどんな治療でもそうですけどね、どこを触れてるかっていうのが非常にこうこっちでわからないとダメですね。だからこうやって押す時に自分はどこ触れてるの、大腿骨の筋位部のここ行ってるんだよって自分が分かって、そこまっすぐ行ったら、いつも大臀筋ここ入ってるわけですから、大腿骨が前に行くじゃん。そしたら大臀筋はこれストレッチされて、これで戻ろうとするで働くんですよ、うん、そこのタイミングと自分がどこ触れてるかっていうところをきちんと分かって治療してあげると、まあ言ってみればどんな方でもね、良くなっていくんですよね。ぜひ向井さんもやってあげてください、患者様に、はい、ぜひ臨床でこれをちょっと試して、ちょっと力学もこうしっかり安定させる、やってください、ここにちょっとつなげていきたいと思います。ありがとうございます。どうもありがとうございます。またお願いします。ありがとうございます。いやでも本当にすごかった。ボンがボンになった。これボンがボンになった。